お疲れ様です。お疲れ様です。まずは、ダゾンのベスト5セーブで3位に入りました、はい。まあ、ディフェンダーの選手が入るのはちょっと珍しいのかなと思うけど、はい、感想としてどうですか。いや、まあ、ああいう形でピックアップされましたけど、まあ、チームを救うことができたんで、それが一番良かったなと思います。まあ、そういった中で今日早速岡山戦に向けて練習が始まりましたが、まあ、増田選手にとっては2試合連続で先発するためにどういう調整をしていくかだと思うんですけど、はい。まあ、1日なんか5日と多い週になるんですけど、その分いろいろチームとして対策だったり補助する時間というのも多いと思うので、そういう中で個人としては、しっかり自分が出て違いを見せられるというところを出せるようにやっていきたいなと思います。そういう意味では早速明日はトレーニングマッチがありますが、どんなプレーをしたいですか。まあ、自分の特徴をしっかり出しながら、チームの一員として戦えるようにしたいと思います。はい。岡山の印象などあったら教えてください。正直前回やった時もまだ来てなかったのであんまり印象がないんですけど、今までの印象ですと、まあ、しっかり全員で引いて守ってボールをつないでくるというイメージがあるんで、まあ、崩すのは大変かなと思います。ファンサポーターの皆さんは勝利に向けて増田選手の完璧な守備、そしてセットプレーでのヘディングと期待していると思います。改めてファンサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。これから残り11試合、一つ上に行くために連勝というのは、必須になってくると思いますし、それをするチャンスが今目の前にあるので、より勝ち点を詰めるように頑張っていきたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。